間ぶりだ。工場さん濡れちゃったね。それよりあけびさんの方が薄着で寒いんじゃ。私は全然。ほら、風邪ひく前に脱いで。うん、なんかちょっと恥ずかしい。あったかい。ありがとう。ああ、それ今度部活の朗読会で読む小説なの。初めてだし人前で読むのなんて無理。じーっと本を見てる顔の頭を見るのが好きなんだ。私も聞きたいな、妹さんみたいに。いいよ、あなたにぴったりの部活があるの。あれ、お母さん？あ、雨止んだよ。私の太もも心地どうだった？うん、気持ちよかった。本当ごめんなさい。重かったよね。ううん、むしろ嬉しかったよ。妹がね、お母さんの太ももの方が気持ちいいっていうの、それが悔しくって。あと、朗読も。